100年に1人の天才講談師神田伯山、言葉の魔術師滝沢カレン、伯山カレンのモノマネ反省度。さあ、あの1時間スペシャルが決定しました。イエーイ。本当ですね。おめでとうございます。誰が評価してるんですかね、この番組を。わかんないです。誰から見てたんですかね。あのカレンさん、30分から1時間になるって、これ何が変わるんですかね。多分人の見る時間が長くなるんだと思います。そりゃそうだ。いやー、俺も気がつかなかった。さて、急ですね、カレンさん。皆さん、ぜひ見てください。やっ。